牛系モンスターとの戦闘時、全ステータスの超候補生ですか。オックススレイヤー、それがベル様の新しいスキルなんですね。ああ、ベル君のランクアップとともに発言した。例の急成長のスキルも含めて、これで3つ目か、ベルのやつ。戦闘に関わるスキルが3つというと、冒険者としてはかなり優秀なステータスになりますね。ベル殿の場合、発展アビリティも順調に発現していますし。まあ、新しいスキルの方は限定したシチュエーションじゃないと発動しないんだけどね。それにしてもオックススレイヤーだなんて、ベル君らしいというか、なんというか。そうですね、あいつは相当ミノタウルスと因縁があるみたいです。ゼノスの武人アスティリオス殿はそれほどベル殿に影響を与えたのでしょう。このままただあいつにおんぶに抱っこで置いていかれるわけにはいかないな。ええ、自分たちも。リアリス・フレーゼン、オックス・スレイヤー。ん？どうしたんだい、春姫くん。あ、いえ、その、アルゴノートはともかく、なんと言いますか。なんだい、そんな言いにくそうにしてないで、はっきり言いたまえ。エスティア様に関係するスキルが一つもありませんね。そういえば、憎きバレンナ逃がし、アマツさえミノタウロスにも反応しているというのに、僕由来のスキルが一つも。どういうことだ、フェル君。ヘスティア様。おい、リリスケ。だって事実ですし。わあ、ベル様、おいたわしや。だっせーい。どうかな。え、今からですか。もう結構遅いですけど。その、だからっていうか、このままだと今日は私一人でご飯食べるようだなって思って。うん、それだけだよ。タイとかは別にないからね。愛はない。ベル君のあんな姿を見てから、なんだかずっと胸が高鳴ってて、なんとなく、本当になんとなく、デートの真似事でもしてみれば少し和らぐ気がしてるだけで、決してタイなんかない。
あ、そうですよね。こんな時間まで座学をやってもらったんだし。すいません、エイナさん。気が利かなくて。じゃあ行きましょうか。え？いいの？本当？はい。長引いたのは僕のせいですし、今日までのお礼も兼ねてご馳走させてください。やったー。いやー、こうしてギルドの人間と飲むのは初めてだな。そうですね、ベル様がお世話になっているのにこういう機会はなかったですしね。いつもお店を使ってくれてありがとうございます、ベルさん。でもベル様もお優しいですね。一人寂しい夜を過ごすエイナ様のためにリリたちを呼んで大勢で食事しようなんて。うん、みんなで食べた方が楽しいかなって。あ、エイナさん。そうだよね、ペル君だもんね。君はとっても優しいもんね。くすん。え、エイナさん。それで、お二人で何をするつもりだったんですか？来たぜ、グレートボール！ああ、今日こそはここを攻略しないとな。ええ、この25階層を抜けて私たちも有力派閥の仲間入りを。へえ！髪のヒューマン、リトルルーキー、いえ、ラビットフット。あれ、イグアスだよな。出会ったら荷物を掘り出して逃げろって言われてる。ああ、仮想最速のモンスターだ。イグアス相手に盾も装備しないで獲物一本？変態だ。変態がいる。天気があんな風に修行してたの見たことがある。ド変態じゃん。ああ、なんかやる気なくした。うん、というか自信なくした。レザラ！上げて前衛と行動させるのがセオリーかな。ですが中衛が開くと側面からの奇襲に大
耐えられなくなりませんか？わかってるじゃん。だからこれは知能の低いモンスターと対峙するとき上層付近の戦術ってわけ。なるほど。中層、下層に進むに従って取るべき作戦も変わってくるということですね。そういうこと。当然地形や対人戦によっても変わってくるから臨機応変ってやつだね。ああ、考えることが膨大になりますね。まあ一番の問題はそこじゃないんだけど。あ？うちらは冒険者だからダンジョンの緊張感の中そういった作戦に考えを巡らせなきゃいけないってこと。ああ。指揮官の一言一言には誰かの命がかかってる。その中で一番の選択を選び続けなきゃいけない。重圧になるとは思うけど、それだけは忘れないで。冒険者が背中を預けるって、そういうことだから。はい。じゃあ、続けようか。筋はいい。なかなかどうして視野は広いし、地頭もいいみたい。専門職のサポーターだったって言うけど、結構な苦労はしてきたんだろうね。あとはベル・クラネルのために指揮の真似事はしてきたとか、素質はあると思う。少なくともうちと同じくらいの指揮ができるようになれば仮想でも使い物になると思うけど。ダフネ様、ここの陣形は斜めに配置した方がよくありませんか？え？こうすればモンスターが壁から生まれた際にも対応できますし、不測の事態の時に退路も確保できます。ドフネ様？ああ、ごめんごめん。その配置、悪くないと思う。本当ですか？うん。セオリーとは少し違うけど、対応の幅が広がりそうだし、状況が合えば上層で試してみるのもいいかも。わかりました。でしたら、忘れないように覚書を。ああ、もう用皮紙がありませんね。すみません、取ってきますので少し待っててください。まいった。うち程度の指揮ができればなんて思ってたけど、すぐに追い抜かれるかも。普通に戦ったら逆立ちしてもかなわない。でも指揮の一点を突き詰めればもしかしたらブレイバーに届くかも。先生とか師匠なんて柄じゃないんだけど、これが教える喜びってやつなのかな。更新終わったぜ、春姫くん。ありがとうございます、ヘスティア様。まったく、こんなの特別も特別なんだぜ。ステータスの更新に部外者を同席させるなんてさ。固いことは一個なしだろ、女神様。私はファミリアの目を盗んでグリモアをくれてやったんだ。どんな魔法が発現するのか拝む権利くらいあるだろう。くんぬぬ、いろいろ言いたいことがあるけど。アイシャ君、カモン。
だけど、クリモアっていくらくらいしたんだい？あれだよね、僕たちは払わなくていいんだよね。むしろ請求されても絶対払わないぞ。そっちが勝手にやったんだからな。神のくせに言ってて情けなくならないのか。今ですら借金抱えてバイト三昧なんだ。これ以上のトリプルワークとかもう無理なんだ。みみっちい話だね。それより肝心の魔法の効果はどうだったんだい？ああ、そうだそうだ。だね。なんだいその反応は。何が書いてあるんだ？何か？なんだよこれ。複数人が一斉ランクアップとか。一斉ランクアップ？デタラメじゃないか。デタラメだね。なんていうか変態だよ。ああ変態だ。なぜでございますか？所要期間2ヶ月。モンスター撃破スコア5072体。ヘスティアファミリア、ベルクラネル、レベル4到達。2ヶ月でランクアップって何？レベル1から約4ヶ月半でレベル4ってどうしたらなれるの？やめてよベル君。私ギルド長から何としてでもベルクラネルランクアップの秘訣を解明しろって言われてるんだよ。無理だよ。どんなにレポートをまとめても大惨事だよ。君がやってきたことをこんな感じでやってくださいって他の冒険者に伝えたら死ねって言ってるようなものだもん。普通の冒険者はレベル1でミノタウロスは倒せないし、レベル2で100人相手の大ゲームには勝てないの。イシュタルファミリアの抗争に巻き込まれてラキア軍とのいざこざにも引っ張り出されたみたいだし、もうここまでの急成長はベル君だからとしか言えないよ。さすがレコードホルダー、担当アドバイザーの私も鼻が高いぞーなんてね。あとはやっぱりあの武装したモンスターの事件。私を守ってくれて黒いミノタウロスと戦った。あれが君をまた強くしたのかな。君もやっぱり男の子なんだね。今度のランクアップは今までのものとは違う気がする。
私が見惚れるくらい顔つきも変わった君はきっとこれからもっと強くなるんだろうね。私ももっと君に何かしてあげたいな。君を支えて力になってあげたい。私にだって打算はあるんだよ。君に死んでほしくないから。ちゃんと帰ってきてエイナさんって呼んでほしいから。君のことをもっと知って困ってることがあったら寄り添ってあげたい。というか冒険者じゃないベル君のこと全然知らないことに今さら危機感を覚える。というかこの日誌いつの間にか恋の日記帳みたいになってるよ。ちゃんと男女の記録は取ってあるけど、もうでもそれくらい私はベル君のことが。忘れたくないな。何が待ち受けていたとしても、彼が死んじゃっても私が先にいなくなったとしても、私はこの思いを忘れたくない。それくらい私は彼のことが。それでなくともうちには覚醒器のようなルルネがいますから。懸念の種が一つ増えたところで大して変わりません。私の頭痛がひどくなるだけなので、あなたたちは安心していてください。でもこんな状況でロキファミリア主導のクノッソスの攻略作戦だなんて。曲がりなりにも同盟を組んでましたし、私たちがこの第一進行に参加しなきゃいけないのはわかるんですけど。トラップの解除だけならともかく、広大な迷宮のマッピングは確かに手間がかかるでしょうが、我々のすることはロキファミリアの後についていくだけ。彼らが掃除した道をこそこそ調べる簡単な仕事。それ以上でも以下でもありません。肩の力を抜いておきなさい。はい。それにこちらには強力な援軍がついていますからね。
生きていた。生きていた、生きていた、生きていた。奴らは、あの男は。彼女たちの仇が。おい追ってきてるぞ。こっちだ、早くしろ。ジュラとも合流を。刃が血に飢えている。逆上した感情が心をたぎらせる。足りない、まだ到底足りるはずもない。今度こそ彼女の仇を。私の手を握れた一人目の彼女は何かを言っていた気がする。頭に血が上りやすい私に。二人目の彼女は許してくれた。かつて過ちを犯した私を。そして三人目の彼は、今の私を見たら何を思うだろう。仮想への階段だ、早くしろ。早くしろ、来てるぞ。あの女が、疾風が。正義などとうの昔に捨て去った。もう止まらない。私はただ奴らを。ダイダロス通り、そして18階層からの強撃か。ああ、届いた書簡にはそう記されている。冒険者たちとゼノスは混成せず、別々の部隊で運用。つまりゼノスは18階層から、冒険者たちは地上からクノッソスを攻める。本当に仕事が早いな、ブレイバー。味方につければ頼もしいことこの上ない。私は彼からの申し出を飲める。ウラノス、あなたは？異論はない。ならば、こちらからはオクルスを提供する。クノッソス内で連絡を取り合えるなら、この第一進行のマッピングも精度が増すだろう。ゼノスはどれだけの戦力が参加できる？リド、レイ、グロスを含め、動かせるゼノスは30ほどといったところか。唯一、アステリオスは静止する間もなく真相へと向かってしまったらしい。いつ戻ってくるかはわからない以上、今回の作戦への参加は期待しない方がいいだろう。やあ、
作戦会議中かい？その調子だとロキのところとは手を取り合えたようだね。神ヘルメス。いやー、肩の荷が下りたよ。今までダブルスパイでもしてるような心境だったからさ。これからはロキたちに怪しまれることもなくなって胃が痛まずに済む。いろいろ言いたいことはあるが、神ヘルメス、なぜ顔に蹴られた跡があるのか聞いていいだろうか。それはもう綺麗なドロップキックを頂戴したような。ははは、それは空気を読んで聞かないところだぜ。そうさ、俺はただ悠久の成果にけじめをつけてきただけだからね。要件は何だ、ヘルメス。本当に世間話の一つもしないな、都市の創設神様は。じゃあ遠慮なく切り出させてもらおうか。近いうちにクノッソスの攻略が始まると思うが、ベル君たち、ヘスティアファミリアを遠ざけてほしい。それは、あの迷宮街での戦いで彼はまた一つ階段を上がった。それこそ道化と化した俺なんかの真意を飛び越えるほどに。そんな一皮むけたばかりの彼を間を置かずにこんな殺伐とした戦いに巻き込みたくない。少なくとも今はまだいいだろう。ゼノスの剣で尽力したベルクラネルにこれ以上負担を強いるのは我々も本意ではない。だが遠ざけると言っても具体的にはどうするつもりだ。ヘスティアファミリアに遠征へ行けとミッションを出せばいいさ。ベル君がランクアップして派閥のランクは D、 ダンジョンの攻略義務が発生するはずだ。ランクが昇格したばかりで請求とも思うが、ギルド側もヘスティアファミリアに期待している。そういうことで対外的には納得してもらえるか。わかった、手を回しておこう。ああ、頼むよ。彼らには戦争なんてものから離れたリゾートでも楽しんでもらおうじゃないか。よう、元気か。まあ、くたばっちまった奴らに元気かってのも変な話だが。たくよ、揃いも揃ってくたばってんじゃねえよ。お前らみたいな強い冒険者がよ。俺みたいなどうしようもない奴が生き残ったって何の役にも立ちゃしねえってのに。なんだ、先客がおったのか。お、おった、すまんな。個人との語らいに水を差してしまって。あんたキクロプスか。そうだわ。だが、その名で呼ぶのは勘弁してくれぬか。いまいち好かんのでな。悪い。何、こちらも弔いの邪魔をしてしまったからな。それこそ別に大したことじゃねえ。ただの習慣みたいなもんだからよ。その墓の主、アリーゼ・ローベル、そしてアーディ・バルマの知り合いなのか。
そんな大層なもんじゃねえ。俺が一方的に救われただけさ。そうか。お主は7年前の大抗争で。ああ、気がつきゃみんな死んじまって。俺は生き残っちまってる。だからたまにこうしてこいつを備えてるんだ。まっとうに稼いだ金でな。なるほど。正義を追求していた奴らには更生したお主の姿が何よりの供養かもしれんな。まあ俺のはただの自己満足だけどよ。あんたもあいつらに。ああ、なんとなく連中の顔を思い出してな。仕事の前に寄ってみたまでよ。なんでいい連中ほど早く死んじまうんだろうな。連中の信念が巡り、お主のようなものにつながっておるなら悲観するほどのことでもあるまい。それにアストレア・ファミリアは全滅の浮き目を免れたという話だぞ。ああ、疾風だろ。でもあいつは賞金首になっちまって、どっかでくたばっちまったって話もあるじゃねえか。もし生きてたら、今頃どうしてるんだろうな。あいつにもいつか礼を言いたいんだが。叶うであろう。え？生きてさえいれば必ず。そう。生きてさえいれば。真相？怖い場所かな。怖い？第1級冒険者のアイズさんでもですか？うん。あそこに行った時、私は初めてモンスターが、ダンジョンが怖いって思った。アイズさんが急にモンスターが強くなるってことですか？それもあるけど、そういうことじゃない。口で言ってもわからないと思う。でも行けばわかる。もしずっとずっと先、君があそこに行けるようになったら、その時は出せない。